校内釜の花方面を望む森山駅は、長崎県諫早市森山町、下井無田に所在する島原鉄道島原鉄道線の駅である。2005年3月に、北高木郡森山町が、諫早市に合併する前は、下り列車が、旧諫早市と森山町の市町村境界を越え、森山町に入って、すぐの場所に位置した。当駅に急行は停車せず、 校内を低速で通過していく。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。二つのホームは干宅の里方の校内踏切によって結ばれている。駅舎はないが、待合所が南側のホーム上、干宅の里方に設置されており、この待合所の干宅の里方の脇が駅の出入り口となっている。無人駅。駅は江戸時代に開かれた伊佐湾の地の 水田地帯、干拓が行われる前に、諫早湾に突出していた赤崎の岬の稜線が途切れるあたりに位置している。駅の場所は、県道124号と国道57号の合流地点の北側でもある。県道124号は、丘陵地帯の盆地に形成された古い集落である、上井村及び集落の北にある、 同集落の人々によって開かれた下井無田集落を南北に貫通している。上井無田と下井無田は諫早市に合併する前の森山町の前身であった井無田村に相当し、井無田地区の住民が諫早市の中心方面に出る上で重要な駅である。下井無田の集落の家並みは、ほぼ国道57号の南側を北限として耐えるが、 国道の北側と駅舎の間の空間に、若干の民家と企業の営業所、商店等が密集している。合併で消滅するまでは、駅周辺では、県道124号が、北高木郡森山町と伊佐市の境界を成していた。2018年度の年間乗車人員は22,542人、降車人員は25,920人であった。近年の年間乗車人員、 放射人員の推移は以下の通り、ありがとうございます。